皆さん今枯れちゃったよとか、うん、SNS で、うん、そういう写真が増えてきてますよ。あ、そう枯れちゃったって。そう、特に五葉松とか赤くなっちゃってとか、うん、あれほど言ってんのにな。してんのは何が多い？私が見る限りでは、やっぱり五葉松が多いですね。まだ越えてないうちにダメになっちゃってるみたいですね。ちょっと関東周辺では厳しいのかもしれないですよね。今年暑いしな。なんかそう考えると、その市町村によって盆栽っていうのはやっぱ限定のものになってしまうものはありますよね。この頃、俺もちょっと持て余し気味だったからな。すぐ枯れちゃうんだよ。だって五葉松はその東と四国と那須が有名なんですよね。一番強いのって関東周辺。
年に見合ってるのってやっぱナスとかですかね。まだ環境に順応するって言ったら、うん、福島。あ、福島なんですか。福島の夏は地盤丈夫で、ナスは弱い、もっと弱い。もっと弱いんですか。そうだね、あの東北の方の人は結構ご用やってる人多いよね。すごいいいですね。近日したらまとまってる方だよな。あー、そう、ほんとそうですね、まだこの後ろの枝はまだ伸ばしとくんですね、うん、傷があるから OK です。それ伸ばしておいて